最新の交通情報です。午前8時半過ぎの東京駅です。台風の影響で東海道新幹線は東京名古屋間で上下線ともに運休していて、改札はこのように封鎖されている状態です。東海道新幹線は東京名古屋間の上下線で終日運休しています。名古屋新大阪間は本数を大幅に減らし、こだまを全席自由席で運行しています。また東北上越山形新幹線でも上下線合わせて20本運休します。京都へ行く予定がありましたけど、ね、新幹線が動かないということで、ここに待っています。在来線の情報です。湘南新宿ラインは東海道線と高崎線で終日運休し、常磐線や京葉線などで一部の列車が運休となっています。羽田空港国内線の出発ターミナルです。台風7号の影響で東北や北海道行きなどの便の欠航が相次いでいます。今日はどちら行く予定ですか？北海道です。北海道2時の便だったのをこの9時の便に変更しました。国内線は羽田空港の発着便を中心に全日空と日本航空ともに281便の欠航が決まっていて、合わせて10万人以上に影響が出ています。